南原辰樹のビジネスサロンエンカー、人生をもっと面白くをコンセプトにしています。60秒で参加できるので概要欄をチェックしてください。エンセルの壁と巷では南原さんになりきって、うん、南原さんの口調をもうひたすらこう真似をして、まあ、やるなら今だね、うん、はい。こんにちは、南原です。今日もですね、Lステップ、まあこれをですね極めていこう。で今日はですね、誠さん、実を言うと誠さんはですね、うちの L ステップを作ってくれて、めちゃめちゃ作り込んでて、まあ写真とかもちょっとこれちょっと派手すぎじゃないのかまで入れてくれて、まあそういうデザインもちょっとやっていただいたりとかしてですね、まあその誠さんを呼んで L ステップの構築とは何ぞやと。で、まあ、田久保さんにもですね来ていただいて、まあ、この3人でですね、どっちかっていうと話すっていうよりもトークセッションみたいな、まあ、そんな感じの YouTube を今日やってみたいと思います。皆さん多分ですねめちゃめちゃ面白い話が聞けると思うんで、まあさっきですね誠さんの首を絞めてですね、何でも話せって言っときましたから、ぜひ話します、聞いてください。でまずですね、L ステップの構築っていうとみんなはみたいな感じで、僕の YouTube 見ている人はですね結構年齢いっている人が多いんですね。まあそんな人たちも分かるように、まず何をこうどう組み立てて構築みたいなのをしていくんだっていうのをちょっと分かりやすく説明してくれますか。はい、皆さんはじめまして、中村誠と申します。はい、ちょっと簡単にだけ自己紹介させていただきますと、この前、南原さんとLステップ開発者の田久保さんで対談があったと思うんですけれども、その田久保さんの会社で僕ちょっと昔修行していた経験がありまして、まあ、そこでこの今日紹介するこのLステップですね、LINE 公式アカウントの、まあ、ちょっと拡張ツールLステップを使ったその、まあ、LINE のこのマーケティングの仕組みをまたさらにちょっと構築をしていったりだとか、そういったところのマーケティングのお手伝いだとかを、今自分の会社でやっております。まあ、L ステップって本当にこう、はい、多機能なんですけども、やっぱ魔法のツールじゃないので、やっぱり使ったら売上上がるってわけじゃなくて、やっぱその使い方っていうのがねやっぱ大事になってくるんですよね。それをこう本当に売上が上がるようにこう構築してくれる人って思ってくれたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんなまるで神みたいじゃないですか。それで神って言われてるんですよ。の神と巷では本当は言われてるんです。知らんかった。まるで軽い神だった。あ、そうですね、はい、会いに行ける神様みたいな。どんどんお賽銭投げてみる。そうですね、はい、50倍ぐらいでさせてもらいます。はい、結構いろんなインフルエンサーの人の売上を上げてるっていう感じなんで、ね、そうですね、はい、いろんな方をお手伝いさせていただいてるんですけど、インフルエンサーの売上も上げてるの。そうですね、某山本龍拳さんとか、はい、言っちゃってるけど、ね、言っちゃってるんですけど、はい、とか、まあ、そういった方ですね、まあ、YouTube で例えば10万以上ぐらいの登録者がいたりとか、まあ、言えないけどアイドルとかも、ああそうですね、言えないちょっと某芸能人の方の LINE とかも、その人のふりして僕が配信をやったりとか、そういやこの人にアプローチするんだって言って、はい、勝手に L ステップ構築して、はい、そうなんです。僕にまだ会ったこともないのに勝手に作ってるみたいな言ってましたよね。はい、はい、僕が会いに行きたい人 の、LINE を勝手にこっちで作っておいて、いつかのチャンスのために営業ツールにしておくみたいな。それが実ってね。はい、はい、そうですね、自分の大好きだった人、僕の大ファンのアイドルの今ちょっと LINE で、もそれすごい営業のいい仕方だよね、はい、本当にね、はい、そうですね、これから作ります、お金出してくださいね、はい、もうこんなの作ったから使ってみませんか。そうですね、はい、ぜひ南原さんのお力を借りてちょっと有名人にちょっとこれから、はい、っていうのでちょっと南原さんの LINE もうちでちょっと作らせていただいたという経緯になりますね。もう一回話戻すけど、はい、その構築って何すんの。通常の、まあ、LINE 公式アカウントの活用っていうのは、その、まあ、パーソナルに1対1でお客さんと会話をする、でその中で、まあ、営業したりだとか、何かその来店に誘導したりだとかっていうところ の、 まあ、使い方っていうのが、まあ、本来的なところなんですけれども、この L ステップ入れるともうさらにいろんなことができてしまっていて、例えばその、まあ、お客さんのその属性を例えば男性なのか女性なのかとか、年商だったり業種だったりとかっていうのを全部もう丸裸にしてしまって、でその属性ごとに何か配信を変えたりだとか、シナリオを変えたりだとかですね、ステップ配信っていうのを組んで自動でそのセールスがかかる仕組みを作ったりだとか、あと LINE の中にこうリッチメニューっていうのが下にこうニョキッと出てくる、まあ、ホームページのような機能っていうのがあるんですけれども、その中に例えば南原さんであれば
まあ、今やられてるオンラインサロンの情報をこう集約して、うん、そこをちょっとチラ見せさせしていったりだとか、あとちょっとシミュレーションゲームみたいなのを作って、あれ面白いね、南原、はい、さんのマネーの虎のシミュレーション、はい、そうなんですマネーの虎っていうのが出されていた、あれを、ね、LINE の中でゲームのようにこう楽しんで、そのいろんな選択肢を選んでいくと最終的に南原さんからいくら出資が出ますよっていうことを体験できるゲームですね。南原さんのゲーム作るのはどれぐらい時間かかる、はい、あれはでも2週間ぐらいで、はい、ただ結構何個か空いたゲームみたいなものは、まあ、2,30 個ぐらいうち作ってる経験があるんで、はい、あとはじゃあシナリオを集めてって、はい、こういう時こういう、はい、ケースで右に振るか左に振るかみたいな、これを、はい、情報集めがちょっと時間かかったかもしれない。そうですね、うん、はい、そこで俺のなんか悪口とか言えてない、はい、南原さんになりきって、うん、南原さんの口調をもうひたすらこう真似をして南原さんになりきって、なるほど、はい、文章作ったりだとか、はい、これでもただのゲームじゃなくて、はい、そのゲームをしながらお客さんの属性をこう分けてるんですね、うん、でその中で、お客さんのセグメントをゲームの中で分けてそれに合った配信をしてるので、うん、実はこう、まあ、ゲーミフィケーションマーケティングってこう中村君がよく言ったりとかしてるんですけど、まあ、つまりゲームをしながら相手の情報を少しずつこう取ってるんですよね、はい、そうですね、うん、はい、ちなみにその普通の LINE 構築ってじゃあ中村さんに頼んだら費用どれぐらいだったの？大体今は200万前後ぐらいになりますね。200万、はい、この間100万でやってたお兄ちゃんいたけどもっと高いんだね、はい、そうですね、うん、最上級なんです。そうですね、多分業界最高値にはなるんですけども、その分だけど中身がすっごいいっぱいあるもんね。そうですね、でもまあ100万のお兄さんはとりあえずまあ属性簡単に分けて、はい、まあ、それをこうこっちがどうやって答えていくかっていうのはまあこっちが一応、はい、まあ、みんなで手分けして返信していくみたいなイメージだけど、はいはい、それはいろいろさらにその相手の情報を取れるようにとか、その200万入れるとゲームまでできちゃうの？できます。なるほどね、はい、基本的なそのアンケート機能だったりとかゲームだったり、うん、あとまあ基本的なそのシナリオ配信から自動セールスの仕組みだったりとか、そういったところを、まあ、本当に L ステップの機能ってすごい深いというか、うん、スコアリングとかもできますし、なんかそこをもう余すとこなく活用するプラス、あとできる限りその、はい、依頼者の方に動いてもらわないように。でもこれを見てる一番その興味のある人は、はい、その200万かけて最も成功した事例で、はい、例えばいくらぐらい売り上げが上がったとか分かる？でも一番、はい、大きいのはゼロから本当に2000、まあ、3000万ぐらいの売り上げを今自動化されている方とかもいらっしゃいますし、うん、あとその回収のスピードとかも、それ何屋さん？それも、坊や桃本龍拳さんみたいな、ね、坊や桃本龍拳さん、はい、そうですね、はい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 、はい、オンラインサロンの販売だったり、うん、その後の講座の販売の仕組み、実店舗型で成功した事例聞きたいんだけど、ハウスメーカーとかで、うん、もう LINE と Zoom だけで家を売ってるっていう事例も最近は出てきてますね。へ、売上の 70% は LINE と Zoom だけで売ってるみたいな。すごいねセールスマンいらなくなっちゃうね。はい、あるバーとかにこの L ステップ入れたら売上が100万から300万ぐらいに上がったみたいな、はい、なるほど、多分そのバーの家賃は変わらず、はい、人件費もまあそれぐらいだったら1人増えるかもしれないけど変わらず、はい、バーって粗利率が高いから、はい、結局100万から300万だったらなんと利益はじゃあもともと40万ぐらいの利益があったか30万ぐらいの利益かっていうところが一気にそれが150万ぐらい、つまり利益でいうと 5,6 倍にはなっちゃったってことはね、はい、すごいね、はい、あと最近ではパーソナルトレーニングジムの、そこのオープンちょっとお手伝いさせてもらったんですけども、本当にもう初回でチラシからの、LINE 登録で広告費の10倍ぐらいの、まあ、売り上げが立ち、キャパはもう一瞬でオーバーになってしまって、まあ、でもこれを早くやった方がいいよね、はい、つまり全員がこの LINE マーケティングやると逆にまあ本当に DM と同じ、はい、DM っていうのはごめんなさい、電子メールの DM と同じ状態になっちゃうんで、うん、はい、まあ、やるなら今だね、本当に、はい、そうですね、で、片や構築する側はまだまだ人手が足りてない、ね、全然足りてないですね。で、人手が足りてない中、はい、ちなみに月に売り上げどれぐらい？今2500から3000万ぐらいになっていて、それは仕事は誰かに外注に出してる？はい、僕別でですね LINE 構築をやりたいフリーランサー集まれ講座みたいなのをやってまして、うんうん、でそこの、まあ、生徒さんにこう案件を振るっていう仕組みになってるんですね。それは非常に安い賃金で使って、はい、納期を無視していて、つまり
おそらく推定ですね、彼の年収は月収2000万、つまり年収で2億4000万。あ、いいね、それね。もうちょっとあの出してます。もうちょっと以上、はい、結構、あらりは結構下げて、僕自身は。でも、もうちょっとって言ったよ、はい、聞いたみんな。もうちょっと指摘が。もうちょっとっていうのはですね、ほんのちょっとっていうことですから。はい、羽の虎を彷彿させる。ということはですね、まあ結構な億円単位の、はい、まあ、利益を出している。で、 ね、でもね、なかなか、はい、今のご時世そういう仕事って面白いんだよね、本当にね。僕ら例えば1億円の利益出そうとしたら、レンタカー屋でいうと本当に4000台の車、うん、で200人の社員、はい、それから離島含め北海道含めて5つの営業所、それを構築していって、はい、まあ、1年間みんなで頑張って、うん、簡単に言うと借り入れと同じような、うん、資金をですね40億ぐらい使って出るお金が、まあ、1億円、まあ、仮に中村君のですね利益が1億円だとしたら、こっちはめちゃめちゃなファシリティ使って1億円でも彼はまあほとんどぼっちで1億円、はい、事務所もない、事務所もなくて社員もいなくて、はい、事務所もない、はい、そうですね、事務所貸してあげるよ、ぜひちょっとあの机一つどう、はい、ぜひぜひ、あのちょっと投機先がどうしようかなって思ってたので、はい、いいよ、はい、ぜひ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 、はい、あの、まあ、あと在庫もやっぱり抱えないっていうのも魅力ですし、そうだね、まあ、強いて言うならそのさっき話していた芸能人の方、僕が会いたい方の LINE を先に作るための経費っていうのをちょっと先に持ち出しでやるみたいな感じになります。もともと L ステップはこうプログラミングなしで、はい、自分でも作れるっていうのをこう売りにこうやってたんですけども、やっぱりこう頑張ったら作れるけど、やっぱ覚えるの大変だからっていうやっぱ方も多いので、こういった構築の仕事が自然に発生してきたみたいな感じですね。まあそうだね、新しい職業が生まれたみたいな、本当に自由に乗ったフリーランサービジネスみたいな感じで今なってます。将来はどうしていきたいの？ちなみに僕らだと普通だったら会社をどんどん大きくしていって、はい、社員を雇って、はい、まあこんなオフィスをどんどん借りていってみたいな、はい、中村君自体はどう考えてる？そうですね、僕はでもそういう風にもちょっとしていきたいっていう思いもありますし、でもやっぱりなんか今こういったあのやっぱ関わる、まあ、クライアントでお手伝いさせてもらえる方がすごい方、南原さん初めてすごい方ばっかりなので、どんどんそういった人 の、まあ、あのやった実績っていうのをどんどん貯めていって、そうこの人たちのラインを作った俺みたいなのをやっていきたいなと思ってます。ミーハーなんね。ミーハーなんですね、はい、知り合いで、はい、中村くんが面白いと思うような友達はちょいちょいいるから、はい、なんか、はい、俺の名刺、はい、ガサッとひっくり返して、はい、こんな人に営業したいとかあれば、はい、できると思うし、はい、もっと現実的な面で言うと、例えば僕の顧問先の会社が、はい、まあ、売り上げ上げたいとかっていう時に、じゃあちょっとここの業種でこんな風だったらって最初の初期のコンサルみたいなのは僕はちょっと前さばきして、はい、まあ、それができるんだったらそっちにその予算出して仕事出すってこともできるかもしれないね、はいはい、あとこれ L ステップの導入でこういったことをやって事業再構築の補助金みたいなのが取れるような仕組みにうまくはめると、まあ結構7割ぐらい出ちゃうんで、それもそんなに難しくないよ ね、はいはい、ね、結構補助金とかでやらあの構築されてる方もいらっしゃるんですね、はい、うちも IT 補助金対象企業に一応なってるんで、はい、その辺も、はい、できると思います。できるね、はい、面白いね、はい、まあ、じゃあこれからですねちょっとここに URL 出しておくから、ぜひですね中村くんにお願いしてみたいとか、まあ、もちろん僕に言ってくれてもいいですし、まあ、別に直接中村くんに言ってくれてもいいし、まあ、悩み屋でどっかかんかこう探していけばですね L ステップの構築ですごい優秀なこう中村くんにお願いすることできると思うから、ぜひこの LINE の登録の URL にアクセスしてみてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。